いかがなさいます、ツナデ様。2年前チライヤは、次に暁がナルトを狙うのは3、4年後だろうという情報を掴んでいた。あれから2年が経ち、そろそろ暁の奴らも動きが活発になる頃だ。では、その役目を。最近のお前の成長ぶりには目を見張るものがあると思ってな。己の能力を存分に発揮し、任務を遂行せよ。2年半ぶりぐらいだってばよ。久しぶり。あんた、どう？大丈夫。全然変わってないってばよ。久しぶりだな、二人とも。でかくなったな。先生って。いや。はい。俺が相手するわ。いつまで待たせる気だよ。カカシ先生にだって弱点。諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。俺が全てを断ち切る。いやー、悪い悪い。やっぱもう同じ手は通用しないか。
絶対火影になってやる。見てろよ。諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。やっぱもう同じ手は通用しないか。絶対火影になってやる。見てろよ。諦めねえど根性だ。
お前たち二人、畑かかし、この三名によりかかし班を編成する。絶対火影になってやる。見てろよ。諦めねえど根性だ。諦めねえど根性だ。もうすぐ中忍試験がある。その打ち合わせで砂と木の葉を行ったり来たりしてるだけだ。俺だけは覚えておけ。